い、どうもこんにちは、川圭です。なんとかあの新幹線乗れて、で今あの三島っていうところに来てます。静岡県かな。でこれから今日はね、あの登山をしに行く予定なので、はい、登山の映像をお送りできたらなと思います。ちょっと義足で登山はしたことないけど、まあ行けるっしょっていうノリで、はい、お送りしますね。肉選び中。俺はもう鶏肉一択。牛肉美味しいんやけどな、なんかたくさん食べれへんからさ、なんかめっちゃ量食べたいやん。だからいつも鶏が大好き。安いしね。輝いてる。They want to make their own highballs. Why? 箱でハーバーした。はい、あれ暗くなった。あ、やばい。お、え、やばい。おお。え、ちょっと待って、すごい。Taking a photo, guy taking a photo. 今ね、なんか伊豆カノで買い物して、これから宿の方に向かってます。で、宿に行って、これその後山登るかな。登ります。登りますね。ビンちゃんも行きます。はい。マジで景色綺麗。見えるかな、分からんけど。見えない。おお、今いい感じ。綺麗。ちょっとだけね、車降りて外いるんですけど、めちゃくちゃちょっと後ろ綺麗やから見せるね。うん。じゃーん、富士山。ちょっとこのカメラね、ズームできないけどね、すっごい綺麗。今日のね、宿に今着きまして、今日はね、ここだね、なんかあれはオズールの社長、翔子。これからホテル入って、とりあえず準備して登山に行きます。和田さん、中にいんの？あ、うん、うわ、すごい、めっちゃ綺麗じゃん。ちょ、やば。今、山登り開始しました。景色がね、すごい良くて、あれ、ちょっと見てほしい。やっぱりなんか砂利道とかだと、あの義足側がすごいブレるけど、これぐらいの傾斜やったら全然登れるかなって感じ。左に肉の肩の方、私これもらうから。結構ね、登ってきたんやけど、今日はちょっと来るタイミングが遅すぎて、日が暮れるんで街灯もないらしいから、この辺で断念して一旦帰ります。で今日夜はなんかね、この辺カニが有名らしくて、カニ食うぜ。カニとなんだっけ、バーベキューするっつってたから、それして明日の朝もまた登るんで、それに向けて体力つけようと思います。 OK、 戻ってきた。戻ってきてはないけど、わあ、めっちゃ綺麗だったね。どう、楽しかった？楽しかった。楽しかった。まだ明日もあるけどね。明日もあるけどね。今日はこの後はこのまま帰ってバーベキューだよ。バーベキューだよ。レモンサワー。レモンサワー。ハイボール。ウイスキーソーダ。楽しみ。景色がめっちゃいい。うん、めっちゃ景色。ちょうど日が落ちるぐらいのタイミングで、ね、うん、明日は多分それ見れないから。あ、そっかそっか、そうだね、朝登るから、
明日は。からまあ飲みすぎず。明日も登るから、明日の方が登るもんね。そうそう、今から。そう、ぼちぼち。太陽バイバイ。また明日。バイバイ太陽。おお沈んでる。うん、到着、はい、ここでバーベキューしまーす。ここじゃない？ここでしょ、ここじゃない？確かに。このホテルについてこれからバーベキュー始めます。明日また気合い入れて山頂から富士山眺めたいと思ってるんで、今日は、みんな楽しんで飲んで食べて、はい、明日に備えましょうということで、じゃあ皆さんグラスを持ってください。本日のメインディッシュです。ウェーイ。これ何？刺身担当。手長エビやってくれ。何回ですか？手長エビじゃないわ。高足ガニです。深海魚の。あ、深海魚なの。すごい、めっちゃこれ足折りたたんで、この長さだもんな。わー、お腹いっぱい。見てほら、カニもあんな大きかった、ね、味噌だけだ。刺身もね、大好きだけど、シャコのさ、このお刺身、これ、俺シャコボイルでしかさ、なんか年末食ったことなくて、年末とかお祭り時とかシャコの刺身すっごい美味しかった。チケロンレナイだ。まあ、どれぐらい飲んだかというと、ハイボールの、あ、じゃあウイスキーのジャック・ダニエルの瓶1割ぐらいです、うん、それでは10だね、うん、よく飲んだ、うん、すみません、飲みすぎました。はい、酔っ払いはここにもいます。明日はね、朝からまあ朝食食べて登山またもう一回するので頑張ります。頑張ります。また明日。今がね、6時59分、もう7時だね。7時前で、もう5時、昨日はね、0時過ぎぐらいに今眠って、1時前か、ぐらいに寝て、で、今日はその5時40分ぐらいからね、もう、外が港、港というか、海だから、すごいみんなやっぱ活発に動いてるよね、朝早いなと思って。目が覚めて、目はつぶってたけど、ずっと寝れずって感じで、まあ5時間ぐらい、5時間、4時間半とか、まあ、5時間ぐらい、まあ寝たかなって感じで、今日も朝ごはん食べて、登山に行くんですけど、今日すごい晴れてて、で、すごい景色良さそうなんで、登山日和かなって感じです。なんか港町感すごいな。めっちゃ綺麗やで。でもめっちゃ気持ちいいな外。寒いけど、なんかね、ほんと最近足の調子が悪くて、朝痛み止め効くまでね、なかなか歩かれへんのよね。それがちょっと今しんどい。それを忘れるぐらい、なんかめっちゃ綺麗な場所やなと。今日はね、あの奥にここなんか霧がかかってるんやけど、あそことかめっちゃ綺麗だよね。で、ここに山があって、で
車でちょっとね奥の方まで行って、あの山はずっと登って、あの反対側に、富士山が見えるんで、それをまあちょっと見に行こうかなと思いますね。よし、それじゃあね、なんか準備もできてご飯も食べたんで、これから出発します。Let's go。 それでこれはいいとして、これで。見て、雲一つない。すごくない？あの奥。よいしょ。太陽で逆光やな。もうすぐで頂上に着きます。で、さっきちらっとね、なんか富士山が見えてた。今日は天気もいいから寝れそうな感じ。よいしょ、終わりました。やばくないですか、景色。ということで、今から下って帰ります。でも帰りの方がね、意外と坂急やったりするんで、まあ、転ばんようにだけして気をつけて帰ろうと思います。すごい景色です。あ、すいません、どうぞ。すごい。